カモンさん、何してはるんですか？ナインティナインも芸歴が長くなり、同じ芸能人とのエピソードも数多く存在する。社交的なイメージのニャベ氏はもちろんだが、プライベートは暗いと言われるオカモンも例外ではない。それはオカモンが住んでいたマンションでの出来事である。ここにはオカモンの他にも多数芸能人が住んでいたというマンションだが、オカモンと同時期に住んでいた人の中にはあの福山雅治氏もいた。福山雅治氏といえば、2000年に発表した桜坂をはじめ、数多くの代表作を持つミュージシャンであると同時に、ガリレオや一つ屋根の下など、数々の人気ドラマにも出ていた俳優としても知られている。ちなみに、ナインティナインは福山雅治氏が担当していたオールナイト日本木曜一部の時間帯を、福山氏が休むということで交代するような形で担当することになったのである。その交代してから第1回目の放送終了後、ナインティナインがスタジオから出てくると大勢の出待ちの人がいた。ああ、やっぱりオールナイト日本はすごいんだな。あ、出てきた、ま、紹介してあかん、福山さんのファンの方たちや。違うんです、僕が知らないんです。といった、直接的ではないが関連したエピソードもある。実際の出会いはオカモンがマンションに引っ越してきた時のこと。オカモンは自分の車をマンションの駐車場に止めようとしていたのだが、機械に弱いオカモンは駐車場のターンテーブルの使い方がわからず右往左往していたのである。おかしいな、こうじゃないのか？なんでやねん。そこにたまたま来たのがすでに住人であった福山氏。その状況を見た時の彼は、なんか小さいおじさんが右往左往している。と、思ったとかいないとか。どうしたんですか？ってあれ、オカモンくんじゃない。え？あれ？福山さん、車の止め方がよくわからなくて。ああ、それならこうすれば大丈夫ですよ。ありがとうございました。今日からこのマンションに引っ越してきたのでよろしくお願いします。では。ああ、そうか。彼には僕がいてあげないとダメなんだな。と、なぜか初対面から母性のようなものを感じてしまったとのちに福山氏はラジオで話していました。マンションが一緒だったということもありプライベートでもその進行は続いていきます。例えば、オカモン君今日は良いワインが入ったから一緒に飲まない。ありがとうございます。うん、酸っぱいですね。そうか。また逆にある時はオカモンの方から。福山さん、美味しいカレー作るんでうちに来てください。お、カレーか、実に面白い。いただきます。うん、普通だね。今度僕が作るから食べにおいでよ。あ、はい。少し不思議な関係性だが進行自体は確かにあった二人。後に福山氏は、オカモン君にはいろいろしたんだけど、なかなか懐かなかったんだよね。とその時の関係を表現している。オカモンの方はというと、実は自慢に思っていたことがあり、自分はあの福山雅治よりも高層の階に住んでいるということだ。自分の方が高い階に住んでいる、うち。オカモンはマンションのペントハウス、つまり最上階の部屋に住んでいたのです。密かにそのことを自慢に思っていたオカモンですが、ある日霹靂が起きます。それは2004年の4月、オカモンの部屋に空き巣が入ったのです。不幸中の幸いとして盗まれたものは何もなかったが、精神的なショックは大きく、またそれはマンション内の他の住人も人事ではありませんでした。特に福山氏はかなり早い段階でマンションを去ったと言います。逃げ足が早い。その後、オカモンも家を出ることになりましたが、恐怖に耐えながら1年は同じところに住んでいたと言います。なんで僕のところだけ狙われてんだ？うち。それはペントハウスだから。この出来事によってマンションからはチリジリになりましたが、福山氏とオカモンの交流自体は続きました。互いの共通の仕事であるラジオで共演をしたり、福山氏がめちゃイケに出演することもありました。特にラジオでは駐車場での出会いの話をされることもあり、お互い印象が深かったのであろうことが伝わってきます。